皆さんはめちゃくちゃという言葉の意味を知っていますか？私の部屋はめちゃくちゃだなという時のめちゃくちゃです。私は中国で生まれて中国語がわかりますから、この漢字を初めて見た時、これはどんなお茶ですかと思いました。大学に来てからいろいろな言語の授業があることを知りました。日本語にはたくさん漢字がありますから簡単なはずですと思いました。でも実は単語の書き方は同じですが、日本語と中国語には違う意味を持つことがよくあります。ある時、私は友達が日本で撮った写真を見ました。一つはホテルのドリンクバーの写真でした。そこにはお茶を入れる機械があって、ボタンが二つありました。一つはお茶、もう一つはお湯と書いてありました。その時私は日本語を知りませんでした。でも中国語で湯という漢字の意味はスープです。そこで私は、日本のテクノロジーはすごいですね、お茶入れる機械でスープ持ってきますねと言いました。友達はすぐに笑い出しました。恥ずかしいな。そして大学の日本語の授業中、先生は黒板に猫が逃げました、でも2日後に帰りました、怪我がなくてよかったですと書きました。その時私は初めて怪我という字を見ました。2つの漢字ですから、多分意味は中国語と同じだと思いました。皆さん、中国語で怪我という字の意味は傷ではありません、私のせいです。そこで私は、猫が逃げたことは私のせいじゃなくてよかったですと訳して答えました。教室のみんなは爆笑しました。それは全て恥ずかしい経験でしたが、とても面白いことだと思います。中国語を知っていることは漢字を読むときに便利なこともありますが、時々誤解もあります。さらに発音と文法も大違いです。しかし日本と中国の文化と言語の間には勘違いがあるから、新しい発見があると思います。そして日本語を勉強することはもっともっと楽しくなると思います。ご清聴ありがとうございました。